中村川は青森県を流れ日本海に注ぐ二級河川。中村川水系の本流である。青森県弘前市大和、時和屋の四標へ森付近に源を発する。岩木山の西側を北へ流れ、JR 五能線安治沢駅付近で日本海に注ぐ。流域の大部分を青森県西津軽郡安治沢町が占め、川口では安治沢町の中心部を流れる。 生活用水のほか、農業用水、発電用水にも使われている。岩木山にも近く、そこに源を発する支流もある。近隣には、味ヶ沢長スキー場がある。巡洋河川指定当時のデータ川口より左回りに、気細下流より気細、は、右岸への合流を示す。これは、青森県が1981年に河川指定した区間であり、最上流の川になると、 実際の水が流れる川としては指定区間より長い場合がある。これは青森県が1991年に河川指定した区間であり最上流の川になると実際の水が流れる川としては指定区間より長い場合がある。これは青森県が河川指定した区間であり最上流の川になると実際の水が流れる川としては指定区間より長い場合がある。 上流域は、白神山地から続く胸林が密生し、多種多様な動植物が生息している。瀬や淵、滝などで清流を好む魚が集まる。昭和36年2月10日、青森県国時第1 2 5号昭和56年1月16日、青森県国時第32号平成3年6月21日。 青森県国時代411号昭和39年3月28日、青森県国時代225号。ありがとうございます。